親愛なる皆さんへ。私たちは今日ここで皆さんとつながることができ、とても嬉しく思っています。そしてテロスのハートから最大限の愛を送ります。親愛なる皆さん、あなた方は今、高次元へとアセンションする旅を進める中で、自分の人生の一瞬一瞬をどのように感じているかに意識を向けてみてください。今この瞬間は心地よいですか？それとも不快ですか？今この瞬間は愛に満ちていますか？それとも恐怖に満ちていますか？今この瞬間は豊かですか？それとも何か不足していますか？今この瞬間は平和ですか？それとも何かに脅かされていますか？一つの瞬間には二つの現実が存在します。その一つの現実はエゴのマインドが作り上げた幻想の構造です。それは低い振動を持ち、何よりも重要なことは、それが現実ではないということであり、つまりそれは幻想に過ぎないということです。エゴのマインドは人々を分断し、神から遠ざけようとします。エゴは自己の存在を正当化するために、あなたの中の利用可能な全てのネガティブな感情を利用します。つまりそれは、恐怖、悲しみ、怒り、失意、欠乏感、劣等感、優越感、制限、イライラ、疑念、不確実性などの感情を利用するということです。そしてもう一つの現実は、神の王国、つまり高次元の現実、アセンデッドした状態です。それは愛、ワンネス、豊かさ、寛大さ、幸せ、安らぎと流れ、協力、創造性、平和、調和、美しさなどで溢れています。そしてこれこそが現実です。それ以下のものはすべてエゴのマインドが作り上げた幻想の構造に過ぎません。ですから、一つ一つの瞬間でどの現実に焦点を当てるかはあなたが選択することができます。もしあなたの現在の経験が神の愛に満ちた現実を反映していないなら、それにもっと集中してみてください。それを感じてみてください。愛に満ち、調和し、平和な思考を見つけ出してみてください。あなたの現状とは何の関係もない、愛と調和に満ちた思考を探すことが助けになるかもしれません。これにより、幻想の体験から抜け出すことができます。そしてさらに、愛と調和に満ちた思考と感情を探し、それを感じることによって、あなたの経験は変わっていきます。ですから、ただ、あなたの愛と調和に満ちた、その思考と感情を楽しむだけです。そして、次に、そのエネルギーを、あなたの現在の瞬間に適用し、そこにいるすべてのものと、すべての人に祝福を送ってください。聖霊、アセンデッドマスターたち、天使たち、七大エロヒム、光の銀河ファミリー、そして、テロスにいるあなたの家族に、あなたの祝福を強めてもらうように求めると、それは、さらにパワフルになります。そして、私たちは、あなた方が光の中で勝利することを心から応援しています。お帰りなさい。私たちは、あなた方に深い愛を送ります。今、あなた方は、新しい地球を創造するために、天使たちの翼に乗せられています。
あなたはいつも天使、アセンデッドマスター、ガイド、光の銀河ファミリー、そしてテロスの家族や友人たちに囲まれているということを心の中で知っていてください。そしてそれは永遠に変わることはありません。親愛なる皆さん、私たちはこの旅を皆さんと共に歩んでおり、皆さんは計り知れないほど愛されています。いつもね。私はあなたの兄弟、テロスのアダマです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。